武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山形大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、大問が2題で時間が90分、となっています。でどちらも現代文ですね。で評論と小説が1題ずつ出るような形となっています。で国立の問題にしては割と記述が少なくてですね、文字数が多い記述はほとんど出ない。ただ漢字の書き取りなどは出たりはしますので、そういった知識系統の問題が割と多い。漢字だけじゃなくて言葉の意味だったり故事成語だったり、まあ範囲語同意語だったりですね、そういったものを書かなければいけないようなものが出てきますので、漢字の問題集1冊、プラスそういった故事成語なども含めて対策できるようなものを追加でやるか、最初からそれを両方入っているようなものを使っていくといいかなとは思います。で問題集としては、武田のルートでいうマーチレベル程度、まあ、現代文の他の開発講座などやっておけば、ここの記述であれば十分、対応はできる難易度かなとは思いますので、まあ、それプラス過去問をやっておけばという形ですね。でまあ、少し記述の練習しておきたいなという場合であれば、国公立標準問題集キャンパスなどを追加でやっておくといいかとは思います。で漢字に関しては、まあ、武田のルート取りやっていれば入試漢字マスター1800プラス、1冊仕上げていると思うので、それやっている場合には、1週漢字1200選、などですね、やる。で、まあ、最初からここを意識してやっていくのであれば、例えば生きる漢字語彙力、などを使ってやっておくといいんじゃないかなというふうに思います。で、文章そのものに関しては、そこまで長い文章というわけでもなく、読解はまあ選択問題、と、まあ、記述問題がそれぞれ出てくる形となって、おりますが、読解そのものの難易度に関しても、センターや、まあ、マーチレベル程度、読み切れていれば十分対応できる、内容ではありますので、まあ、ただ小説がちょっと慣れてないなっていう場合にはセンターの問題を過去問などをちょっと多めにやって慣れておくといいかなというふうに思います。まあ、とかくここの場合はおそらくその知識の部分で点が取れていないことで失点が多くなるのがかなり怖いかとは思いますので、そういった部分の強化をまあしっかり忘れずに行うようにしてください。以上が国語の勉強となります。